はい、こんにちは。カンボジアガサガサフィッシングの佐藤です。今日は草原に来ました。ここは雨季には、お水がパンパンに張って、湿地というか池みたいになるんですが、ここには結構いろんな魚がいるんですけど、今、お水は ほぼありません。そんなところに、魚が果たして土の中にいるのかというのをやってみたいと思います。結構カンボジアではね、 YouTube とかで土の中に魚がいっぱいいる映像があるんですけど、本当にそれがいるのかどうかっていうのを確かめてみたいと思います。まあでもこれに限らず、ここ以外でもいろんなポイントがあるんで、まずは第1回目でここをちょっとだけ掘ってみたいと思います。皆さんこんにちは。というわけで、今回は草原に行ってきました。まず最初に、今回なんで草原に来たかということをちょっと、冒頭の方でもね少しお話ししてるんですが、実は今でもカンボジアの人たちの多くの人は、魚は、土の中にいて、雨が降ると出てくるっていう人が多いんですよね。それから他には、魚の卵が、土の中にあって、雨が降るとその土の中にあった卵が孵化をして、雨季になると、魚の赤ちゃんが出てくると。結構こういう人が多くて、まあ、実際僕も小学校とか中学校なんかで魚の授業をね今までする機会をいただいたんですけども、そういった時にもみんなに聞いてみると、ほとんどの人がそういうことを話していました。で、他にも例えばその魚の漁をしている漁師さんなんかの家族なんかと話してもそういう人多いですし、まあ、結構カンボジアの人たちは今でもそういうふうに思ってる人が非常に多いんですよね。そして、他には最近 YouTube で、カンボジアの人が、土の中に土に穴があってね、そこに手を突っ込んだりして、魚を捕まえるシーンをね撮った動画がたくさんあるんですけども、まあ、一部は、まあ、明らかにやらせかなって思うようなものもありますが、反対にそうではなくて、おこれは本物かなって思うようなやつも、確かにあります。で、まあ本当に僕からしたら、信じがたいなって思うようなことなんですけども、まあそういうのをいつも考えてたところ、まあ実際には、例えばですけど、アフリカなんかの話をすると、アフリカにある、まあ、一つの地域では、そこに暮らす人たちが家を作るときに、川沿いにある、土を集めてきて、その土でお家を作るそうなんですね。で、たまたま、家を作った家族が家が完成して、ある日雨季になって、起きてみると家の中に魚がいたと。で、実はこれ、ハイギョという魚がいまして、その魚は、乾季のお水が少ない季節になってくると、川底に、穴を掘って土の中に、冬眠っていうんですかね、その季節を乗り切るために、巣のようなものを作って、雨季が来てお水がまた、動き始める時まで、眠ってるんですよね。で、そういう魚がいて、でたまたまそのお家を作った時にその廃業のグループの魚が多分眠ってる間にその土と一緒に勝手に運ばれて、でいつの間にか
あの人が住むお家の壁に、うん、なっちゃったっていうお話なんですけども、まあ、そういう事実も実際ありますし、あとは、カンボジアに、アプロケールスっていう、うん、蚊の小さい魚がいて、 前回ぐらいかな、あの湿地で、先客がいた時に、ちょっと散歩をして、魚を取った時に捕まえた魚なんですけど、まあ、そのグループの中のいくつかの種類だったり、まあ、他にもいくつかグループがあって、乱世メダカっていう、まあ、アクアリストの間で呼ばれているグループがあるんですけど、その仲間の一部は、アフリカとかユーラシアとアメリカ大陸にもいるんですが、彼らは、雨季にはあの池でたくさん泳いでるんですが、雨季が終わると池のお水がどん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 減ってきて、最後は枯れてしまうんですね。なのでその枯れる前に、産卵を行って、その卵を土の中に、産みます。そうすると、まあ、お水がなくなると土の中でその卵が、その乾燥に耐えて、でまた雨季が来てお水が降り溜まり始める頃になると、また水分を吸収して魚が帰るっていうね、そういうサイクルを送るグループも実際にいます。でまあそういう事例があるので、まあ、これと同じようにカンボジアでも水のない、乾季に、土に潜って雨季を待っている魚がほんまにおるんやろかというのは、もうずっと昔から確かに疑問には思ってたんですが、そこでまあ僕なりにもいくつか、それをしそうなグループの魚っていうのも実際いるんですけど、じゃあ本当に彼らがそれをするのかっていうのは、まだ僕の中でも、分かってません。そこで、ちょっと1枚の写真を、ご覧ください。これは、僕も、過去に、カンボジア南部のカンダール州というところの水田地帯で、クワを持って魚を捕る家族と出会ったことがあります。でその時は1月だったので、まあ、今とは条件が、違って、ちょうど雨季が終わって、満水になった水域がだんだんお水が減り始める季節ですね。でその時、もそこの水田はもうほぼ水が枯れ始めている状態だったんですが、それでもまだ、ドロドロの、泥みたいな状況だったんで、水分はたくさんあったんですが、そんなところで、家族が親子でね、クワをガンガンこう土に入れてこうひっくり返していくと、結構ザクザクと魚が出てくるのを、目撃したことがあります。で、まあ、こういう状況を目の当たりにしているだけに、まあ、カンボジアのその魚伝説というのも、まあ、真実味があるかなとは、まあ、個人的には少し思ってるんですけども、まあ、それを、まあ、条件とかね、あとその立証するため の、その土地だったりっていうのはやっぱりその時とは違うんで、一概には言えないんですけども、まあ、機会があればいつか、やってみたいなとずっと思ってた、テーマの一つでした。でそんな時にちょうどナンバー4かな、4回目の放送をした時に、ガサガサで、湿地に行ってるんですけども、その湿地に行く時にも本当はお目当てのポイントがあって、そこへ行くつもりだったんですが、そこ一帯が、もう全部お水が枯れてしまっていて、本当はそこ魚も水生昆虫もたくさんいるんで、まあ乾季の終わりだから、浅いし、捕まえやすいかなと思ってそこを選んだんですが、行ってみると
もうお水が全くない状態だったんで、すごいその当時も困って、なんとか見つけた湿地が第4回で、放送した、ポイントでした。で、まあ、そんなこともあって、まあ、思い通りにいかなかったんですが、今回たまたまその魚のカンボジアの魚伝説を思い出した時に、そのポイントは本当に魚多いとこなんで、まあ、干上がってるということは魚が土の中にいてもおかしくないなっていうふうに思ったんで、これはチャンスかなっていうことでスコップを持って、行ってきました。ですが、実際に行ってみると今度はまた反対にお水が増え始めちゃっていて、もうその土を掘るような状態ではありませんでした。で、本当に今日行ったんですが、そのカラカラで、魚がいない状態だったっていうのも本当に2週間ちょっとぐらい前の話だったんで、これは絶対行けるやろって思ってたんですが、いざ行ってみるともうすでに水が溜まり始めてました。ということで、その企画もあっけなく、ボツになってしまいました。で、まあ、それでも諦められなかったんでまた少し移動して、まあ、そこも寒気にはね大きな、湿地というか池に変わるポイントなんですけども、そちらの、草原で少し掘ってみようかなということで、まあ、やらないよりは、まあ、やった方がいいなと個人的には思ったので、そこでちょっと穴掘りをしてきたので、その様子と、あと前回その寒気で、お水がない時とお水が溜まり始めてる、現在の様子も合わせて、ご覧いただきたいと思います。はい、それでは、どうぞ。はい、こちらの映像が、約2週間ちょっとぐらい前の映像です。で、ここは本当に、水生昆虫魚をはじめ、たくさんいろんなものがいて、ここ数年だとこの寒気の終わり、雨季の始まりであっても大体水が残っていることが多かったんで、まさか、干上がっているとは思いませんでした。ただそれを逆手にとって、そのカンボジアの魚の伝説を調べるにはもってこいの場所だなっていうふうに思ったので、ここへスコップを持って行こうとやっとのことで決意をして挑んだわけなんですが、もう完全に乾燥して土がひび割れてるぐらいですね。多少雨降ってるんで湿気はあるんで、まさにいるならこういう状況じゃないかなと思うんですが、今日行ってみたら、このようにお水がパンパンまではいかないんですが、多分深いところで5、60センチはもう水が溜まっていて、草も水中に水没している箇所も多く見られました。で、まあ、こんな状態なんで、もう掘るわけにもいかず、断念せざるを得ないという状況に追い込まれてしまいました。で、本当は、先ほども言ったように、もう諦めて帰ろうかなと思ったんですが、その2週間ちょっと前にももう1箇所、下見というか、お水が少ない状況だったんで、そっちもどうなのかということで見に行った箇所があったので、そちらへ行ってみました。それが、こちらですね。完全にこちらも草原のようになっていて、お水はほぼないという状態でした。で、奥の方にハスの葉っぱが少し見えてますが、そこですら、お水がない状態で、完全に、草原です。
して、こちらですね。こちらが、今日の映像なんですが、多少水が溜まり始めていて、もう下に降りるとぐちょぐちょっていうぐらい、水が溜まり始めていました。こういう時きっと水生昆虫なんかもね、集まってき始める時期にはもうスタートしてるんだろうなとは思うんですが、まあ、今回は玉編みも一切持ってなくてスコップ一本だったんで、一切、魚は、捕まえることできなかったんですが、そうですね、この前、カラカラだった水蓮の、水蓮じゃない、ハスがあったところも、もう完全に、多分ここが一番低い土地なんでしょうね。一番先にお水が溜まっていました。そしてその近くのエリアを、このようにスコップで、もうどこでもよかったんで、スコップで掘り始めました。はい、いないと思うんだけどね、お父さんは。ただ正直自分の中でも出てくるような気配を感じないので、やっぱりそのスコップに入る力の加減なんかもなかなか本気は出なくて、多分20分ぐらいもう汗びしょびしょだったんですけど、暑い中掘った段階でもういないと、おらんやろということでね、諦めました。本当にこれを広い範囲探すのはもうとてもじゃないけど、一人でこの細いスコップで探るのはさすがにしんどいですね。よっぽど気合い入れてこないと、できるもんではなかったです。いませんねもう少しいいとこが本当はあったんですけど、この前来た時に絶好の場所があったんですけど、この数週間で全部そっちお水来ちゃったんで、急遽ここにしてみたんですけど、ここはいないです。はい、ということで、皆さんには本当に、見ていただいたにもかかわらず、完全に失敗の回になってしまったんですが、申し訳なかったです。ただ本当にあえてこれをやったのは、僕個人としては、長い間カンボジアにいる間にもう本当にこの魚の、伝説に関してはすごく興味のあるテーマの一つだったんで、まあとにかく成功失敗は関わらず、ちょこちょこ機会があれば、皆さんにも同じようにね、この感覚を味わってってもらえたらなって思ったんで、あえて、完全に失敗なんですが、動画としてアップさせていただきました。そして、これからも絶対機会があると思うんで、まあもうとはいえ、しばらくは雨季にもう入ってしまっているんで、お水がどんどん増える一方だということなんで、なかなかその土の中に潜っている状態にはならないとは思うんで、雨季が終わって、雨がストップしてお水がだんだん減り始めてからのテーマになっていくと思うんですけど、その時にもう一度そういういい場所をね、いくつか探していって、そこで、今度はちゃんとクワを買ってそのクワを持って、しっかり掘って、本当に魚がそういうところに潜っているのかどうかっていうのを検証していきたいと本気で思っているんで、また機会があれば見てください。はい、そして、今日掘った場所なんですけども、あそこも
雨季の終わり頃になると完全に多分今年もおそらくですけど今年も水没するエリアだと思うので、去年の場合だとあそこに生えた虫垂植物にタガメが卵を産卵していたり、あとは水生昆虫もその時は結構いろんなのいましたし、うん、魚も、ああいう氾濫源エリアに出現するような魚たちが、泳いでいるのを目撃してるし、採集もしているので、またそちらも水が増えた時、どんな様子になっているかっていうのもお伝えしていければと思っております。その時はどうぞよろしくお願いします。本当に今日はすいませんでした。以上になってしまいますが、ご視聴今日もありがとうございました。次は頑張ります。そして、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。悔しい、いや、ほんまに悔しい。Yeah.